こんばんは。お加藤コーチ。加藤コーチの私から見たプレーのイメージ、バックハンドがすごい強力だなと思うんですが、特に今日はちょっとバックハンドのリターン、結構センターに入ったボールを結構ストレートでゾンと抜いてるとこをよく見るんですけど、結構センター入ると相手もコーチ 出てくると思うんですけど、そこで結構ストレート打って抜いてる姿を見るんですけど、そのセンターに入った時のバックハンドのリターンのポイントがあったら教えてください。そうですね、打つ、タイミングとしてはこう内側に来たボールでちょっと自分の正面ぐらいに来たボールですね。そうすると打点を前にして引っ張りやすくなるんで、あんまりこう遠いと逆クロスの方が打ちやすくなる。なので少し自分の近くに来たボールで横向きをつけて相手が出てくるなーっていう予測から引っ張っていく感じですね。あまり遠いと打てないんですけど、ちょっと近ければそのまま打点を前にしてストレート方向に引っ張りやすくなる。近い方が引っ張る方に力が入る。近いボールを流すと逆に力が抜けやすくなるんで、ちょっとこう飛び込んでいってボール近いなって時は打点を前にしてストレートの方向に引っ張っていっちゃいます。なるほど、じゃあ打点が遠いところはやっぱり逆クロスでこう流して、こう近くに来て、あ、これいけるかなって時は打点前にしてストレート引っ張っちゃう。そうすると結構相手の裏をかけたり。そうです。あとはやっぱフォア、右利きのボレーヤーが多いんで、はい、やっぱフォアのポーチボレーはやっぱ取りやすい、はい、逆にこう逆を突かれたバックのボレーだったら結構次甘くなることが多いんで思い切って打っちゃってます。なるほど、はい、ちょっと技術的なポイントはその引っ張るような感じですかね。そうですね、ストレート打つってよりはちょっと近めに来たのをクロスに打つようなイメージの方が力が入ってくるんで、あんまりストレートまっすぐってよりは少し打点を前にして外側アレーコート方向に引っ張っていくとより力が入りやすくなります。スイングはそんなに大きくないですか？スイングの幅はどんなイメージですか？スピードにもよるんですけど、はいはい、ゆっくりなサーブだったらちょっと引いて、はい、どっちも打てるよ、はいはい、ちょっと速い場合はちょっと小さめにしてタイミングをこう踏み込みながら取っていく感じで打ってます。なるほど、いや、そのやっぱりボールの相手のボールのサーブのスピードにもよって変えていくというところですかね。はい、わかりました。じゃあ実際にもう一回打ってる姿を最後に見せてください。はい。